誰？帰りたい、帰りたいよ。帰らせてくれよ。違う地区行っちゃった。普通に何事もなかったことになったんだけど大丈夫？なんてことだよ、おい。まあでもあれだ。ダマさん見つけたからよかった。ね、ダマさんは見つけれたから、私。あとは気まぐれゲートが見つかってくれればいいんだけどね。気まぐれゲートの場所ってわからんもんなん。わからん。お、え、ハテナ。ハテナ出たよ。これじゃね？待って待って、サーチサーチ。え、待って、サーチサーチサーチ。え、サーチできんくね？あ、車輪乗っとる剣か。ちょ、待って待って。サーチ。待って、どの辺？あ、この辺？ちょ、この辺か。ん？あれ？この辺。あ。え、これ？妖怪じゃないよね。気まぐれゲートを見つけた。よっしゃー。やったね。ガチャ。で、コンビニの中とかじゃないよね、これ。気まぐれゲートの中に入りますか？もちろん。よっしゃ、これで。おー。戦の間、バトルで3回勝て。じゃあ、とりあえずこれで1回。まだ勝ってないけど。強いんかな。バトルスタート。笑うつぼと？あいつは何？イガイガグリかな。あんな色やったっけ？茶色くなかった？イガイガグリって。潮風トンネル。もうきっちり潮風トンネルって書いてるね。え、気まぐれゲートの中は日本に繋がってるの。そして、あそこにもおる。はい、3回目。きっと勝つだろう。忘れん坊とダルダルマ。オッケー、行くよ。はい、必殺技。お、戦の間クリア。クリアしたんだけど。何これ。何これ。ゲートボールを、あ、やった！ゲット！ゲートボールを3個手に入れた。出口を目指そう。気まぐれゲートから出ます。イエーイ。どこここ？なんでこんなとこから出てきた？出口ここやったん。じゃあこっから、また教授がおるところに。やったね。一回で手に入るんや。クリアすれば手に入るってことか。なるほどね。気まぐれゲートはずっとあの場所にあるん。気まぐれやけん、やっぱ違うんかな。来たよ、来たよ。三つね。持ってきたわね、ゲートボール。そのゲートボールを目の前のゲートにセットしてちょうだい。そうしたらゲートが開くはずよ。中はどんな感じなんだろう。なんか虹色の噴水みたいなのがちょっと見えるかな。ドキドキしますね。じゃあ、あとは任せたわよ。大門教授は行かないの？これからって時に帰っちゃうんです？ええ、私は外で待ってるわ。調査が進んだら教えてね。自分の目で見ろよ。どういうこと？ケータくん、どうします？ゲートを開いて先に進みます？ここまで来たら行くしかないよね。ではゲートボールをセットしちゃいましょう。ノリノリやな。ゴーゴー。ゲートボールを3個持っている。手持ちのゲートボール3個をこの気まぐれゲートに投入しますか。ほい。え、なんかあそこ10個いるみたいだけど。新たな気まぐれゲートを開放した。なんか中扉だらけなんですけど。よー、前面。Listen to the 聞いてくれ。この声。また魔人の声でウィス。この
この気まぐれパーリールームには4つのお楽しみブースを用意したぜ。アゲアゲなバイブスで最後まで楽しんでけ、イエー。うぜ。エンドまで上がってくるのはマジでエクスペクトだぜ。何言ってるか全然わかんないんだけど、どういう意味？ざっくり訳すと、4つのお楽しみブースを攻略して魔人のところまで来るのを期待しているって意味みたいで、ウィス。お楽しみブースってなんだろう。とりあえず先に進んでみましょうか。そうしよう。でも多分そのためには、あの赤いゲートは必ずくぐらなきゃいけないっぽい感じがするよね。こっちも早速行けないし。え、魔人ってもしかしてあれ？なんか奥におったよね、今。怖っ。てかずっとこんな間抜けな音楽で行くの？大経験値玉を手に入れた。緑の部屋は普通に入っていけるってことかな。こっちは。こっちも赤だし、なんか10個いるっぽいし。え、全然進めなくないっすか？え、進めないよね、これ。もしかしてゲートボールが必要なわけじゃないとか、あ、こっちから降りれるんや。ほら、あれ奥になんかおるよ。怖っ。んーと。え、でもここから先にはやっぱり進めない。実の秘伝書を手に入れた。向こう側は？向こう側も同じように途中で降りる場所あるかな。ちょ、とりあえず行ってみよう。あ、あるね、あるね。あっち側は扉入れる。よかった、じゃないと本当にどこも行けんやんね。何この傘。ウェルカーム。びっくりした。この声は魔人の声？え、待って、なんかカートとかあるんやけど。ここが一つ目のお楽しみブース。気まぐれショッピングだぜ。もうなんかさ、ショッピングにいい思い出がないんだけど、この中で。気まぐれショッピングではショッピングカートで爆走してもらうぜ。ふぅ、アゲアゲになってきただろ？それじゃあ行ってみよう。チェキラー。チャラいって。なになに？これを使うの？で、なに？何をすればいいの？爆走？あ、この上？なんかぶつかってきたし。誰？帰りたい。帰りたいよ。帰らせてくれよ。ああ、カートがない。なんてことだよ。おーし、じゃあ行くよ。はあ、帰りたーい。はあ。待って、これさ、どうやってやるんだったっけ？シャッ。あ、なるほどね。あ、ぶつかった。B ボタンだ。あ、かわいい。超かわいいんですけど、全員かわいいんですけど。何？欲しい欲しい。おーし。ちょっと妖怪たち邪魔だな。よいしょ。すわー。ちょ、待って。これは、また私の嫌な記憶が。えい！で、全然いけてないし。こっちじゃない。妖怪いるわ。ちょ、待って、もう一回チャレンジする。これやだなぁ。カート苦手なんだって、私。ギリギリのところで飛んだんでいいかな。はぁ、あ。あ、いけた。やったね。よし。出れた。出れてねー。マジで続くの？これはあそこでジャンプか？は。あ、びっくりした。あ、待って待って待って。単身で乗り込んでいきよった。カートカート。なるほど。前んとこに戻されるわけではなくて、やり直しになるだけなんね。それならまあまだ。しかも別に回数制限があるわけでもないし。誰かに追いかけられてるわけでもない。はっ。むずくね？え、むずくね？そっか、飛び越えてすぐ、曲がってんだな。待って、勢いがいる、もっと。よーし。
ぞー。はっ。あ、待って、止まって。おー、びっくりしたー。そして。いやー、難しいって、ちょっと。はっ。ええー。これで、慎重に行こうね。はっ。よし。これこっちでいいんかな？なんか向こう下にも場所があるみたいやったけど。うわ、危ねえ危ねえ。端っこ行っちゃダメだよ、端っこ行っちゃ。あ、怖い怖い、危ない、落ちるよ。普通にこの大通りでいいんだろうか。は、あー、マジかよ、ここまで来てかよ。結構奥まで行ったぞ、私。よし。ああ、あそこじゃん、出口。ああ。え、あんなとこ行ける？今めっちゃ素で言うけど。え、あんなとこ行けます？あ、でも目指す場所は間違えてないということは分かった。ね。頑張らねば。目指す場所は間違えていない。オッケー、オッケー。え、でもあんなピンポイントでいけるかな？この辺からちょっと。よし。あ、いけた。はぁ。よし。誰？おやま。せいおかん。あら、まあ、ここまで来たのね。頑張ったじゃないの。ありがとう。私に勝てたらこのお楽しみブースはクリアになるわよ。マジか。戦う準備はできてるかしら。オッケー、行くよ。おやま。バトルは全力が基本。手は抜いてあげないからね。この子あれや、プニプニで使いよった私、マツコみたいと思いながら。おっしゃ、行くぞ。みんな行くぞ。てか、ちょっと待って、アイテム。アイテムで、回復。そこそこ回復。そこそこ回復で、ちょっとジバニャン。どう？大丈夫？なんで、ちょっと狙おうかな。よし。なんかちょっと強そうよね、だいぶ。いけ。いけいけ。よし。チャージ完了。カリカリモーニング。なんとかクリアしたいよ。よーし。おいし、いけい。チャージ完了。ペラペラメラメラ。でもだいぶダメージを与えるよんかな。相手の体力がわからないんだけど、出てないの。出てないな。どうよ。おし、ジバニャン、百裂肉球をお見舞いしてやれ。お、やった、やっつけた。あれ、意外に弱かった。勝利。イエーイ。よーし。まずは一つ目のお楽しみブースクリアだね。ウィスー。気まぐれゲートと同じく、いろいろぶっ飛んだ部屋でしたね。でも結構楽しかったね。この調子で次に行きましょう。ありがとう。あなたならこの先に進むことを認めてあげるわ。ありがとう。お、なんだ。おー、なんか解放された。ヘイ、気まぐれショッピングを抜けたな。それは俺からのプレゼントだ。ほう。そこを通ればおとなしみブースを通らずに外に出られるぜ。いわゆるショートカットってやつですね。これは助かるでウィス。この調子で進んでくれよ。ありがとう。でもこの先はこれがいるんだね。ゲートボールを一個も持っていません。ということはもう出るしかないということだな。これはお楽しみルームを1個クリアするごとに報告した方がいいんかな。
パーリールームの調査は進んだ。どんどんよろしくね。さあ、今日もゴーゴーゴー。うん、しなくてよかったね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。